ユードの生活も1週間が経った。今日もカップ麺、今日もカップ麺。この角度からパンツ見えないか、パンツ見えてんじゃないの？だって、ちょっと待って、太ももと太ももの間からピンクのなんか見えてるぞ。お前、それは、ネクタイがそこまで伸びとるわけないだろうし、ネクタイっていうか、リボンか。リボンがそこまで伸びとるわけないしさ。そこでピンクになるっていうパンツしかないんじゃん、おい。おい。デジカメでスクランブル交差点を覗くと、みんなが集まっていた。みんなはどんな感じで進展したのかな？それとも、京介くんらを探すのに夢中になって進展どころじゃなくなったのかな？最近の彼らは、遠くの父の金庫にあった論文を読んでいるようだった。アホなんじゃ。やっぱりそこにヒントがあるっていうのは、みんなもそう思っとるのやな。最初の数日は僕らを探していたが、どうやら諦めたようだ。今のところは一度もこのビルには入ってきていなかった。こんなに近くにいるとは思わないだろう。食料を集めるためか、二手に分かれてスクランブル交差点を去る。二階堂だけはその場に残っている。僕らが戻ってきてもいいように留守番をしているのだろう。はーい、ママ、ママを呼んじゃった。ありがとう。二人で何日もこうしていると、なんだか変な感覚に陥る。まるでずっと今までこうであったかのような、家族のような、そんな気分になるのだった。 でも将来的にさ、家族になるかもしれないよ、京介くん。ずっとここにいない？あの誘いをこう断ってから、ユウはあの塾と言っていては来なかった。今まで通り何もなかったかのように過ごしている。これでよかったのだろうかとたまに思う。僕はユウを苦しめているのではないか。根拠なくそう思うことがあった。どうかな。僕とユウは誰よりも幼い頃から一緒だった。だから最も距離が近いかといえば、多分そんなことはない。お互いのことを知っているからこそ踏み越えないラインを作っている。ああ、そうか。踏み越えないラインとか作っとん、そんなもんがあるの？いい、隣人であるために。何？ドアを開けた音か？落下音。大きな落下音が下の階から聞こえてきた。おほほほ。わあ、敏感に反応するな。今のはどうやら、優が仕掛けていた罠が発動した音らしい。今のがか。かすかに下の方から足音が響いてきた。階段で上がってきている。うなずき、エレベーターホールへと向かう。誰だ？このまま階段を上るのを見送る。もしこの蔵を探し始めたとしても、空洞になっているエレベーター部分を伝い、下の階へと降りれる。そのためのはしごはもうかけてあった。足音が近づいてくる。足音は一つ。どうやら一人で来たようだ。一人か。だったら二階堂か？一人待っとる二階堂がここに来とるとか。かな。二人で別れたって言ったけん、多分、二人以上が来とんだったら二階堂以外の誰かになるんだろうけど。いよいよこの風呂へと到着した。このまま登れ。しかし、そこで足音が止む。心臓が高鳴る。
このフロアを探索し始めた。わあ、逃走中みたいな感じ。逃走中って、逃走中に出てる人ってこんな感じの気分なのか？捕まったらどうなるかわからない。それは僕だけではなく、ユームだ。どうぞ。あ、カレンちゃん。やっぱ君だったか。二階堂の声だ。でもなんで？なんでここまで？待っとるんじゃなかったん？目が良すぎだろお前。マジでそんなの分かってたん？怖いわ。でもそんな淡々と言われたら怖いわ。捕まえに来たわけじゃない。え、なんかあんの？アリバイ。僕のアリバイ？まさか京介君のハゲた哲君が、哲君のその後の姿を見とるとか。だ、もう見とったら見とったらさ、そのさ、京介君が犯人扱いされる時にさ言ってよ。人が悪すぎるよ。ユウが僕の腕を引く。しかし僕は動かない。アリバイが出てくるとしたら向こう側からしかありえないからだ。このまま話続けるわね。おう、なんかこっからこの角度から見たらユウちゃんの胸の膨らみがよく見えますね。そんなこと言ってる場合じゃないけど。多分ってなんだ、多分ってなんだよお前。あるのよってきっちりしたさ確証があってから来てくれよ。多分ってなんだお前。え、カメラあんの？あ、でもそっか、ホテルやけん。あ、ほうかほうか、ホテルやけんカメラがあってもおかしくはないんか。いや待て、電源とかついてるのか。あ、でも部屋の電気はついたしって考えたら、そもそもホテルってカメラあんの？プライバシーの侵害的な感じとかそういう話じゃないの？ええ、わからん。映像？どういうことだ？京介、逃げよう。カレンちゃんはまだ私たちに気づいてないよ。いや、気づいてるような話し方してるよ。バリバリこっちにおるんじゃないかっていう目星をつけたような言い方してるよ。もう少し聞かせてくれ。ダメだよ、危ないから。ああ、ゆうちゃん、向こうの方体向けておかんかったら、胸の膨らみちょっとよく見えんから。逼迫したようなゆうの言葉に一瞬だけためらう。けど、二階堂の言葉に耳を傾ける。あ、そうなの？なんでそんなもんあったんだ？マジか。それなら僕の疑いはもう晴れた。じゃあ、え？じゃあさ、カレンちゃんからそれをさみんなに見せてくれればいいやんって話になるんやけど、そんな都合のいい話があるかと思ったが、彼女が嘘をつく理由がない。それに僕と二階堂はこの世界から脱出するために二人で動いてきた。むしろ協力者だ。僕のアリバイを探してくれるのなら彼女しかいない。何この人狼ゲームみたいに、本当にそうなのかみたいな緊迫した状況は。声を上げた方がいいだろうか。彼女は味方だ。大丈夫だ。二階堂は味方だ。ダメ、もしアリバイが本当にあるならみんなに共有して京介の身の潔白を証明してるはず。そうかもしれない。わあ、そうかもしれないからこそ、なんか人狼ゲームみたいな、どっちに転んでもおかしくないみたいな駆け引き的な緊迫感があるぞ。俺人狼ゲームっていうか人狼をベースにしたトークゲームを何度もやってきたことあるからな、その気持ちよくわかる。でもこの場にはカレンちゃんしかいない。彼女は嘘をついてる。キョウスケ、二
逃げるよ。これはどっちとでも取れる。待って、待ってくれ。逃げよ、お願い、京介。優の懇願に言葉を失う。やはり、ここは一度逃げた方がいいのだろうか。そういえばそうだ、それもしかしてカレンちゃん、京介くんのことを隠し撮りしてたんじゃないの？ねえカレンちゃん、もしかして京介くんのこと死ぬほど好きなの？殺したいほど好きなの？よう考えたら一度会ったよね。カレンちゃんがすごい凝視して京介くんのこと見てたことあったよね。俺の編集のせいでちょっと強調、わざと強調したような感じの編集入れたけど、そうじゃなくてもそれっぽい感じだったよね。ローファーの足音が近づいてくる。そう思った時、さっき下から聞こえてきた大きな物音とここに二階堂がいる事実、その二つが不意に結びついた。もしかして信じたくない予想だったが、確かめずにはいられなかった。京介。何？俺には分からんぞ。動きを止める僕に優が不安げな視線をよこす。どちらを選ぶ？桃野か、それとも二階堂か。なんだ？わー、来た、初めての選択肢だ。何なんだろう、そのカメラを仕掛けた理由とさ、京介くんが気づいた異変。二人を選べってか。そうじゃよ、公式サイトとかでも紹介されとったもんな、選択肢があるって。このゲームで、このゲーム実はマルチエンドなんよな。この選択肢でエンドが変わるって考えればいいんか。カレンちゃんを信じて、その証拠にすがるのか、ユウちゃんと一緒に逃げるのか。わあ、これでかいぞ、でかいぞ。セーブセーブ、とりあえずセーブしとこう。これファイル10な、戻ってこれるようにしとこう早く。けどね、どうなんだこれは。わあ、なんだこれ。でもこれあれやな、俺はユウちゃんのこと好きだから、制裁エンド、俺は制裁エンドを読める。ユウちゃんとのイチャラブ制裁エンドを見るからな俺は。まず1回目は、まあ、ごめん二階堂。僕はユウにうなずいて合図する。不安から解放されたようにユウは笑った。うん、多分これカレンちゃんの方がさ、トゥルーエンドに行くんだろうなって思うんやけどさ、流れ的にこう感じからして。今日さ、1回目はね、やっぱゆうちゃん好きだから、僕ゆうちゃん大好きっ子だから。物音を立てないよう2人でエレベーターシャフトへ向かう。ゆう、そして僕の順ではしごに足をかけ降り始める。ここで京介くんが先に行かなかったのは、ゆうちゃんのスカートが見えないっていう、そういう配慮をしたからである。京介くんは紳士です。最後の最後で様子を確認しようとフロアを伺った。薄暗くてはっきり見えなかったけど、二階堂がキョロキョロとあたりを探しているのは分かった。どうやら一人らしい。ごめん二階堂。でも少しだけ兆しは見えた気がする。ゆっくり考えて判断する時間だけ欲しいんだ。二階堂に向けて、何しちゅうって言うんだったっけ俺。これも読めないんだな俺、夢中かな。で、言い訳し、僕ははしごを降りていく。京介、大丈夫？降りてくるのちょっと遅かったけど。平気だよ、ただ少しだけ二階堂の様子が気になってて。なんでこのタイミングなんだろう。さっきの信じたくない予想、
結局薄暗くてはっきり判別はできなかったけど、もしかして二階堂のやつ我慢してたんじゃないのか、怪我か、怪我してたんじゃないか、怪我？え、そんな様子だったっけ。大事な糸いいんだけど、なんで怪我してんだ。てかなんで気づいたん京介。今ので怪我って分かるような描写あった。多分大丈夫だよ。それより追いつかれちゃうから先を急ごう。え、ああ、うん。物音を立てないようになるべく早足で、僕とユウはさらに階段を下る。ユウ、ストップ。何？あ、これか、トラップって言おったん。倒れとるな。これでガシャンって言うて音が鳴いよったんか。この辺りで誰かが待ち伏せてるかもしれない。そういうおとり操作。慎重にフラワーを観察する。変わった様子は特にないし、人の気配もない。そもそも隠れる場所なんかあんまないような感じはあるけど。あー、そこにあるちょっとなんだろう、鉄骨っていうのかな、鉄の棒のまとまりがちょっと裏側隠れれそうな感じはするけどさ。ただ一つ、出入り口に使えるスペースの一箇所だけ倒れた柵や小物が散らばっていた。もしかしてあれがユウの仕掛けた罠。うん、足元のピアノ線を引っ掛けちゃうと棚が倒れていろいろ物を散らかして、その音で侵入を知らせるの。ピアノ線なんかよう見つけてきたな。やるね君。それが倒れているということは、二階堂は誤って罠を踏んでしまい、倒れた棚にぶつけてどうかを怪我をしたという可能性が。乱暴すぎだろお前。乱暴なトラップやなおい。悪ながら効果てきめんだったね。バイオレンスだなお前。いくらなんでもあれは危なすぎるだろう。なんか重そう、痛そう。しょうがないでしょ、立派な防衛だよ。ぼうえい。わ、耳元でささやいてほしいな、そのぼうえいいって言葉。あれじゃ過剰防衛じゃないかな。裁判の時どうなんだろうな。そんなことよりも早く脱出しよう。はーい。あの大掛かりな罠をそんなことで片付け、ユウは僕を先導する。もっともユウの意、あ、飛ばしてもらった、ごめんなさい。別の場所を探し、一度腰を据えて今後のことを考えなくては。出てきたな、久しぶりに。僕らはビルを飛び出し、鏡の壁あたりまでやってきた。どの道ここより先へは逃げられない。この辺りで落ち着ける場所を探すことにした。なんかこの辺は高級住宅がいいって感じだよね。いくらぐらいするの。ああ、ユリアちゃんの家の近くか、確か。さあ、わからないけど、家族で住めるような物件は月30万以上は普通にするんじゃない。わあ、俺の1ヶ月の手取りよりも手取りの倍ぐらいあるんですけど。無理、俺そんなとこ住めない、無理。すごいよ。俺月の手取りだいたい15万とか16万だぞお前。倍だぞお前。前にテレビで杉並区の 1K アパートの平均家賃が6万前後ってやってた。渋谷が同じような間取りで10万以上とも言ってたよ。一人暮らしでそれぐらいするみたい。ああ、東京って高いからな、土地の代金が。渋谷ってめっちゃセレブだな。感心してる場合じゃないぞ。その分セキュリティはガチガチな気がするけどね。電気が通っていて強固なセキュリティが生きていたら、それを突破できるかわからない。電気が通っていなければ、そもそもセキュリティに介入すらさせてもらえない。つまりこの辺りへ逃げてきたのものの、
住宅の中に入れるかどうかわからない。状況は積みかけているようなものだ。やべえじゃん。まだ町工事できたよ。どうした？ふとこの選択が本当に楽しかったのかどうかわからなくなった。確かに。うわ、マンホールがすごいリアル。やばいな。いや確かにさ、間違ってそうな選択肢選んだ、わざと選んだんやけど。ゆうちゃんと一緒にいたいがためにわざと選んだけど。じゃあなんだ、ゆうちゃんと一緒にいちゃダメなのか。こういう選択もあれじゃないのか。みんなの元へ戻れば、証拠不十分で、嫌疑をかけられるだろう。だが、二階堂の言っていたように、僕のアリバイが本当に証明できるのだとしたら、ユウの言う通り、アリバイが証明できるのに、みんなへ事前に示していない点は不審だ。なぜ坊たちの前へ現れるまで隠していたのか。そうなんよな。てかカメラってなんだ、ほんまに。そんなカメラなんで仕掛けてた、どうせいつ仕掛けたって感じになるもん。でも僕たちにアリバイの証拠を見せる前に、神谷たち何より牢に見せることを避けていたんだとしたら、疑いたくはないが、あのメンバーの中に犯人がいるんだとして、そいつが僕を犯人に仕立て上げたいのなら、二階堂の持つ証拠は邪魔だ。何らかの形で隠滅を図るかもしれない。ああ、そのリスクをあったんか。そうかそうかそうか。そうやな。犯人がおったとしたらそうか。だからこそ二階堂はみんなに証拠のありかを知らせるより先に僕たちの元を訪れた。ああ、そう考えたら賢明な判断と言えるな。そう考えれば一応のつじつまは合う。もっともそれだって十分に甘めな希望的観測だけど。ただその希望的観測を信じ、みんなの元へ戻り、二階堂と共にアリバイが証明できれば、この逃避行を続ける理由はなくな。京介危ない。何、どうした。え、な、何、ふざけんなよ今日。お前、ね、昔はドジだったとか言うたら、お前今もドジじゃないかお前。見ろこのゆうちゃんのさ、この顔お前。おい、ヒロインの女の子にこんな顔させちゃあかんぞお前。思いっきり電柱にぶつかってしまった。大丈夫、考えことばかりでよそ見するからだよ。びっくりしたねえかお前。いきなり誰かで後ろから殴られたんかと思ってたねえかお前。ユウがブレザーのポケットからハンカチを出して、それをペットボトルの水で濡らし、僕のおでこに当ててくれる。ああ、いざって時のために水だけ持ってきといて正解だったね。ありがとうユウちゃん。ありがとうユウ。ユウはこうして僕のことを心配してくれている。カフゴになるわこれ。カフゴになるわお前。この逃避行だってユウが僕の身を案じて引っ張り出してくれたのがきっかけだ。おかげで考える猶予も得られている。それは大きな収穫だ。ただ逃避行を続けるにはどうしたって限界がある。そもそもこのクロノ世界の渋谷が限定的なんだ。壁の向こうへは行けない。壁に囲まれた範囲内で行われている鬼ごっこ。なあユウ、やっぱり僕たちみんなの元へ戻るべきだよ。あら、とうとう京介が決心をつけたか。京介、何言ってるの。そんなの絶対ダメ、危険すぎるよ。そうかもしれないけど、このままに聞き取って何か進展はあるのか。
週間前のこと、もう忘れたの？みんな、アリバイがないってだけで、一気に京介を疑ったんだよ。そのアリバイが、もしかしたらあるのかもしれない。さっきはとっさに逃げ出したけど、落ち着いて考えれば、二階堂の言ってたことは。そうか。ちょっとは、判断が遅れたんやけど、アリバイがあるっていう、そっちにかけるルートに入っていっきょんじゃ、また。バナじゃないって確証もないんだよ。だから私、逃げ出そうとしたんだよ。あの場で決断するのは早いからって。京介だって、そう思ったからついてきたんじゃないの？間違ってはいない。確かに一度冷静になって考える時間があればと思った。事実、今はこうして猶予を得られている。決めるのは今すぐじゃなくたっていいでしょ。少なくとも今日である必要はない。一度落ち着いてゆっくり考えようよね。ゆうちゃんのささやき、どうか焦燥したような目で僕を見て、ユウは微笑みかける。もしかしたらユウもこの状況に疲労を感じているのかもしれない。ごめん、ユウ。確かに早計だったかもしれない。疲れてるような。早めに休もう。わあ。制裁ルート戻ってきました。制裁ルートの方にちょっと。アリバイルートの方に行きそうだったんが、制裁ルートに戻ってきました。ゆうちゃんのささやきは天使のささやきか、それとも悪魔のささやきか、どうなることでしょう。安心したように笑顔でゆうはうなずく。僕もほっとする傍ら、やはり考えは同じところに帰結する。本当にこう選択は正しかったのだろうか。その言い方は、正しくない時の人間がやるものではないかと。